新華社通信参加の日刊誌、参考消息は3日、ウクライナのゼレンスキー大統領を肯定的に報道した珍しい記事を掲載しました。その報道は、関西メディアや大手ポータルサイトでも掲載されました。珍しいと言ったのは、記事の中で戦争勃発以来、中共関西メディアとして初といえる表現が、複数見られたからです。 例えば、比較的中立的な表現を用いながら、ゼレンスキー氏が開戦以来、いかに地下壕からその指導力を発揮してきたのかについて、初めて報道し、また初めて、ウクライナに集まっている国際的な力強い支持を肯定的に報道し、そして初めてこの戦争をロシアによる侵略と表現し、さらには初めてブチャでの虐殺を虐殺と呼びました。中共の態度の変化は他にも見られます。 例えば、同じ日の新華社通信の報道ニュースや、先月末の新華社によるウクライナ外相に対するインタビューなどもそうでしょう。ちょっとびっくりした方も多いのではないでしょうか。